はい、どうも、しゃべりです。ということで、今日はですね、今週の最強ガチスカット回数、やっていきたいと思います。毎週恒例ですね。今週もライブアップデートがありましたということで、僕は今週組んだガチスカットを開発した後に試合までやっていきたいと思います。いや、今週はですね、メッシが来たということで、まあこの復刻ガチャですよね。引いてなかった方は引いた方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、今週もまずはね、ライブアップデートの確認からやっていきたいと思います。絞り込みのライブアップデート評価 A、B ということで、まずは今週調子がいい選手見ていきましょう。はい、調子がいい選手、こんな感じですね。結構今週はね、スカット組みやすい印象がね、僕もありました。ケイン、ベリンガム、グリーズマン、ノイアーということで、メッシュも今週調子いいですね。あと、バルベルデ、キミヒ、デクラライスっていう感じで、まあ、ガチスカット級で、調子がいい選手多いなって印象ですね。ゴールキーパーもね、今週は調子がいい選手多いんじゃないかなと思います。チュアメニ、アーノルド、デンベレとかね、ドンナルンマとか、マジで調子いい選手多いですよね。ギュンドワンとか、モドリッチ、ニコ・ウィリアムス、グバルディオルも調子いいと、レオンも今週調子いいですね。まあ、これ見てる限り、今週はね、かなりスカット組みやすいんじゃないかなと思います。続いては、ライブアップ評価 D、E ということで、今週調子が悪い選手見ていきましょう。はい、調子が悪い選手、こんな感じですね。まず、リュディガー、オブラク、レバンドフスキ、クバラツェリアが調子悪いですということで、まあ、使ってる人あんまりいないんじゃないかなって感じありますけれども、レバンドフスキはね、まさかの配布されたんですけど、調子悪いですと。あと、ルイス・ディアス、メニャン、ディバラ、カマフィンガとか使ってる方結構いそうですね。まあ、これは残念かなって感じはありますけれども、カンセルも今週調子悪いですね。あとは、ヌニエス、ソボスライ、フェラントーレスで、これも調子悪いということで、まあ、それぐらいですかね。あとは総合値も70代になってきますということで、まあ、あんまり使ってる方はいないんじゃないかなと思います。はい、てなわけで、調子がいい選手、悪い選手見ていったんですけれども、こっからいつも通り、僕は現役選手で組んだガチスカと、エピック、ビッグタイム、ショータイムありの、ビーコテありで組んだガチスカット2つ見ていきたいと思います。まずはね、現役選手のガチスカットから見ていきましょう。はい、ということで、こちらがですね、僕が今週組んだ現役選手のガチスカットになります。いかがでしょうか。今週はね、かなりスカット組みやすかったですということで、ライブアップデートもこんな感じになっております。もう A がめちゃくちゃ多いっていうか、もうザカリア以外が A っていうね。いや、今週はね、無課金、美課金の方もこんな感じでスカット組める方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、フォーメーションは4123の形使ってます。まあ、これも結構試合中に変えたりするんですけど、まあ、最近この形でローンカウンターをね、使って結構安定して勝つことができていたんで、これ使ってますということで。まあ、軽く見ていきましょう。人選が、まずゴールキーパーノイアということで、まあ、ゴールキーパー今週好みでいいんじゃないかなと思います。まあ、ドンナルンマもね、今週調子いいんで、まあ、ドンナルンマが一番安定するのかな。で、ディフェンスラインは、これ 3CB の形ですね。3枚センターバックで、1枚サイドバックの形ということで、ナチョ、グバル、ディオル、パバール、ベン・ホワイトって感じで、まあ、センターバックで今週調子いい選手がめちゃくちゃ多いわけじゃなかったんで、まあ、グバル、ディオルはね、今週週間でも来てましたけれども、あの週間のグバル、ディオルめっちゃ僕欲しかったですけど、当たなかったですね。あとは、こちら前のエピックガチャの付属で登場したパバールですね。これもめちゃくちゃ強いですと。で、これ週間で今週当たったナチョ、まあ、弱くはないと思うんで、使っていこうかなと思います。で、右サイドバックにベン・ホワイトっていう感じですね。で、中盤がアンカーでザカリアということで、今週ザカリア B、これ熱いですね。まあ、今週は DMF ザカリアめちゃくちゃ増えるんじゃないかなと思うんですけれども、CMF はアタタチャルハノール使っていこうかなと思っております。まあ、グリーズマンもですね、CL 週間とリグスの週間に当たりましたっていうことで、まあ、この2人もね、弱くはないと思います。特にまあチャルハノールは結構優秀かなと思ってますね。で、3トップなんですけれども、ジェズス、ムサディアビ、ガクポということで、このジェズスとガクポはね、結構前のなんで、持ってない方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、ライブアップデートが A ということで、ムサディアビもね、これはプレミアリーグのリーグセレクションガチャのムサディアビなんですけれども、結構強いですからね。で、ベンチメンバーはこんな感じになっております。まず、まあ、スパサブ枠で言うと、このムシアラとルックマンとチクエデですかね。この3名スーパーサブ枠ということで、こんな感じになっております。一応、ムシアラはね、C なんですけれども、強いんで入れてます。あと、ペドリもね、C なんですけれども、入れてるっていう感じですかね。あとは、まあ、前線の交代要因で、まあ、ハバーズですね。で、中盤の交代が割と多くて、ベーナード・シューバー、モドリッチ、そしてベニンガムがいて、ペドリがいて、ウーデゴール、そしてアンカーの交代要因で、チュアメニっていう感じですね。チュアメニも今週 B ですと。で、ディフェンスの交代要因で、一番左サイドバック、ロバートソンで、右サイドバックで、キミヒっていう感じになっております。まあ、センターバックのね、交代要因はなしで、まあ、基本的に今週はこの2人やっていこうかなと思ってます。で、チームスタイルのがね、最初も話したんですけれども、最近ローンカウンター使ってますということで、まあ、ショートカウンターのがね、間違いなく攻めはやりやすいんですけど、なんか特に昨日の木曜日からね、なんか僕の守備が下手くそなのか、めちゃくちゃ裏取られやすくなっちゃって、まあ、かなり失
点してしまったんで、一旦ロングカウンター使っていこうっていう感じでロングカウンターを使用してます。まあこれで今んとこ安定して勝つことができてますね。はい、こんな感じで現役選手スカットなんですけれども、ここからはねエピックビッグタイムショータイム周りの B 固定ありがちスカットを見ていきたいと思います。はい、ということでこちらがですね、僕が今週組んだエピックビッグタイムショータイムありの最強ガチスカットになります。いかがでしょうか。まあ正直あんまりメンツは変わってないんで、そこまでね多く改正することはないんですけれども、まあスタメンがちょっと変わったぐらいかなっていう感じですかね。まあキーパーディフェンスラインに関しては先週と何も変更ないかなと思います。シュマイケルゴールキーパーの左から冨安ライカールとアラウホワンビザカって感じで、 DMF にビエラ使ってますね。で CMF でまあジェラルを使ってますということで、僕だいぶねディフェンスに特化した育成使ってるんですけれども、まあ攻守万能要因というか、まあデヨングでもいいと思うんですけど、まあ2列目からの飛び出しの選手ではなくてボックスとボックスのジェラルを使ってますと。でムシアラ使ってますね。 OMF で起用していて、3トップがムバッペ、ネイマール、メシということで、このセカンドトップのところね結構いろんな選手使ってるんですけれども、改めて最近ネイマールめちゃくちゃ強いなっていうね、まあもともと強いんですけど最近改めて感じてるんで ST で使っております。ベンチメンバーはこんな感じですね。まあそんなベンチメンバーも変わりないかなと思うんですけれども、今週ねコーンの選手がライブアップレート C ということで選手使えなかったんで使っております。まあスーパーサブ枠で言うとコンノさんとビルツとフリットとルンメニゲとレオン、ここにはスーパーサブつけてますね。あとまあ前線の交代要因でフィーゴとソンと、あとはバッチョですね。でリベリーもいて、ベリンガムは今週 A ということで、まあ使うとしたらこれねジェラロのところで使うかなっていう感じですかね。でアンカーのカゼミロですね。アンカーの選手ねこのフォーメーションあんまり使ってなかったんですけれども、結構ねこう最後勝ちに行きたい時とか割とこの DMF で使ったりとかもしてますね。そしてディフェンスの交代要因でベルゴミっていう感じになっております。チームシャルと監督は変わらずテンハグでロングカウンターっていう感じですかね。まあいろんなフォーメーション試してるんですけれども、やっぱりこのフォーメーションね安定して勝つことができているというわけで、よかったら参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じでエピックビッグタイムショータイムありのガチスカット見ていったんですけれども、今回はこの現役選手スカット使って試合の方やっていきたいと思います。はい、ということでマッチングしたのでやっていきましょう。まず調子ドンということで、まあ全体的にいい感じかなって、ベンチはこんな感じ。おハーバーツとルックマンが絶好調か。うわーまあ一旦先発これでやっていこうかな。いやまあでもせっかくだからハバーツ使っていきましょうか。まあルックマンはねスパサブとして使っていて、ハバーツはセカンドトップここで使っていきたいと思います。でお相手の方はこちらをめちゃめちゃメンツ強い 4-3-3 の形ですね。ジムスタイルショートカウンターというわけで、相手の方もグバリドル使ってるね。はい、やっていきましょう。はい、よろしくお願いいたしますということでやっていきましょう。まあやっぱりこのフォーメーションはね前線3枚だけで完結もできますし、まあ安定して勝てるフォーメーションの一つかなと思います。ここ縦パス当ててここですね、落としてここ裏ある、いやー惜しいね。まあまあいい攻撃ではある。ここチャラカノールキープして、さてうわー受けれないか。まあラインブレイカーとねジェルスみたくあんな感じで結構ラインキワキワにいるんで、あの動きがねちょっとラインブレイカーに良くないところではあるんですけども、まあ裏抜けしてくれるからね。ジェルス無理か、ここチャンスじゃないこれ。当てて、下いける、ナイス。いやー通んないか、やべえこれ、これまずいんじゃないこれ。パワール出すか、あ怖っ、ちょ若干ラグい、危ねえ、ナイス、若干ラグ目ですね。ノイアからちょんといいね。で中イエーン通んないか、ガクポから当てて落として、でもう一回いいよ、いい抜け出し派閥、こっから派閥どうする、中チョン来た、チャルファノール決めてくれ、イエーン無理か、あ待ってグリーズマン、まあ、そんな気がしたわ。今の距離感は絶対届かない気がしたもんな。ザカリアから縦、いやーもったいないことしないでもさっき、ここをチャルファノール、ナイスいいね、縦、いいよ、裏ある、オッケー、派閥、もう一回、うわ、読まれてるけど、来たー、ジェズス、ナイス、いいね、縦、いいよ、裏ある、オッケー、派閥、もう一回、うわ、読まれてるけど、来たー、ジェズス、ナイス、通んないかなって思いましたけど、通りましたね。まあ、これはちょっとラッキーゴールかなって感じありますけれども、ナイスだね、先制点はでかいですと、ザカリアから当てて、チョンって、もう一回、オッケー、で、ここかわして、裏、オッケー、ジェズ、いやー、無理か、頑張れ、派閥、ここターンして、いやジェルスやっぱいいかも、使用感軽い、いいぞ、いや無理か、この競り合い勝ちたい、頑張れ、いやーこれ負けてセンターバックに釣り出されちゃうとまずい、ここスペースケアしたい、うん中切って、オッケーオッケー、これなら大丈夫。ザカリア、あそれやばい、ナイスザカリア、いい AI。 前半もう1点欲しいですね。ここ裏ある、いやーいいよ派閥で、ここ当ててチャラハノールからチョン来た、ガクポ、待ってで今のニアか、今回打ってくれるかなと思っちゃった。あ裏ある、いやーきついか、マジで俺1対1が下手すぎるな、いやーやっちゃったわ、完全に俺の技術ミス。ここかわして縦、いいね、周拳入れよう、周拳入れて、
うわ、上がってくれてない誰も。うん、ここ使ってターンして裏。うわ、そこじゃないな。前半ラスト耐えたい。やべえ、これ切りながら行こう。あー、ここは怖いな。ナチョ頑張れ。ナチョナチョナイス、いいね。いや、かなり前半はいい攻撃できてましたけど、俺の下手さがやばかったね。マジでもったいないミスが多かったということで、後半集中してやっていきましょう。ここエグバルディオールから、ここ無理か。やべえ、このミスマジやばい。頑張れ。いや、ナイス、グバルディオール。マジでやってる。ここ、ナチョ1対1、頑張れ。ナイス。ナチョ結構いいね。当てる。サイドのセンターバックなら全然やれるかもね、かなり。チャンスあるから。オッケー。ナイス。足元行こう、一回。で、ターン、うわー、ミスってるわ。そうそう、スパサビ入れたいな。ここマッチアップして。ナチョがマジでいい。いや、待って、ミスってる。ナチョがマジでいいんだけど。ナイス。ガクポからキープして、サイドバック使えない？これ、頑張れ。ガクポ。当てる。ここ落として、ここ使って。で、もう一回こっち、縦、いける。落とす。いい流れよ。で、チャンハール。うわー、タッチが。俺がダッシュ入れちゃったからか。ナイス。ちょっと、俺のミスが今日多いですね。ざっかり。いやー、ちょっとやばいよ。いや、ナチョやん。ナチョじゃん、マジで、時代は。ここ、ザカリアから、ナイス、縦当てて、で、ここ使いたい。いやー、前から、1個上げだから前からはめられて結構やりづらいな。やべえ、これ。メッシ怖い。あ、怖っ。パバール、ナイス。ザカリアから。オッケー、オッケー、縦当てて、落とせないな。オッケー。ロベカル強。ロベカル強。ある。あ、やっぱ。オッケー。一回これ蹴ろう。ナイス。相手の方もこれ前からはめてくるのがうめえな。これやばいね。後半流れかなり悪い。やばいぞ。ファンデルファールト使ってんだ。使ったっけ？ナイス。頑張れ、ナチョ。ナイス、ナチョ。ナチョがやばい。ナチョがやばいしか言ってない、この動画。当てて、ここ。で、このカウンター。来ました、ジュース。池派閥。見せる派閥。もう一個置く。あ、終わったわ。出したくなっちゃうくね、あそこ、マジで。派閥？いいキープ、派閥。派閥。派閥。いや、マジでこの試合やばいな、俺。やばい。これえぐい。これえぐい。ナチョ。ナチョ。ナチョやー。ガチでこの試合俺が下手すぎましたね。まあでも一応勝てたは勝てたんですけど、3点ぐらい決めていいシーンありましたからね。かなりやらかしてるんですけど、シュート5本相手ゼロということで、まあ守備面はかなり良かったんじゃないかなと思います。特にナチョの活躍がマジで良かったね。めちゃくちゃボールね、刈り取ってくれてたんで、サイドのセンターバックだったら強いんじゃないかなって感じするんですけど、まあ決定力上げていきたいですね。まあでもこんな感じで、チャンスはたくさん作れますというわけで、ぜひ皆様このフォーメーション強いんで試してもらえたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じでイフットモルドが毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。